皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はね、こちらのアイスパズル9ですね。まあこれも結構何回か紹介している日本人のパズル作家ユー・アサカさんのパズル、これで4個目の紹介ですね。アイスパズル9です。で、レベルは10、超難しいと。ここね、5から10まででマックスですよ。超難しいパズルですね。で、パッケージこんな感じ。まあ今回はね、ちょっとこのパッケージから開けてみようと思います。こういう感じね。まあ面白いっすよね、こういうのね。たまにパズルとかだと、これほらバラバラのピースが入ってるんですけど、たまにこの正解の状態で入っちゃったりするとね、開ける時にもう正解分かっちゃうじゃんっていうのがあるので、やっぱりね、解く楽しみがね、アイスパズルない。で、今まで、まあ、前回まで紹介したのがフレームが白でピースがね、色のついたクリアのパーツだったんですけど、これはこのフレームが青いクリアでピースが白ですね。で、アイスパズルっていう感じなので、まあ、この中がね、アイスというか、そういうヨット、例えというかね、そういうことなんでしょうね。こういう白いピース、ちょっと丸っこいジグソーパズルとも違う感じですね。かわいい。こうね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 とね、アイスパズル9なんで9ピースですね。おお、これもまたデザイン的にも非常に可愛い。同じ形のはないかな。で、これをまあここにね、このフレームに完全にはめることができれば、まあ解けたということになるわけですね。おお、どういう感じなんだろうな。まあとりあえずちょっとね、適当にはめていってみましょうか。お、と、例えばこういうのとかがね、こういう風にはまるかもしれない。こういう感じ。で、これも裏表がないので、そこもね、どっち向きなのかということですね。とりあえずどんどんね、入れていってみよう。まあこれもね、多分ジグソーパズルみたいに角のところからある程度決めていってみましょうかね。で、このパーツがね、まあ要はこの全部はまった時に多分ぴったりじゃなくて、やっぱり多少こういうね、隙間というかがあると思うんですけど、どのくらいの隙間が完成の時にできるのかなと。結構ぴったりめなのかもしれない。こうか。お、入った。お、なんかいけそうな気がしないでもないですけど、ここにはまるタイプ、こういう感じ。お、なんか、あ、違う。お、あ、でもイメージで言うとこういう感じですね。なので隙間的にはこれ今上が2個でここに2個だから、まあ多分完成した時ほぼほぼ隙間がない状態ではまるんでしょうね。本当に全面埋まるような感じですね。多分隙間こういう感じのとこしかないんでしょうね。でも惜しいな、この流れでここをベースに行けないかな。もうここが入らない。ちょっとね、いきなり惜しかったけど、でもそんな簡単ではないんだろうな。ほう。ここにはまる？あ、例えばこういう感じ？そうすると、
ここはね、これだけ隙間は開かなそうな気がするんだよな。ここの曲線が、曲線？こういう感じだと入らないから、お、こうか。あ、でもちょっと違うなと、これが入らないな。いや、入りそうでやっぱり入らないですね。難易度10だから、どこをベースにしていこう。ですね、多分相当難しい、こういう感じ。これは単純にやっぱり完璧に9ピースを埋めるのが難しいパズル、こういう感じかな。こう、あ、そしてここか。違うな、これもなかなか取っかかりがないので、もう総当たりでやるような感じでしょうね。ここにはまるものはこうじゃないな。四角、あ、四角ここにあるのか。うん、こう。そうするとここにでもはまらないから隙間が空く。ちなみに、これもね、海外のパズルショップのパズルマスターさんっていうところから購入したんですけど、まあ、パズルマスターさんで全部じゃないんですけど、解答図がついてるのがあるんですよね。これもおそらく、その、まあ、解答図をダウンロードみたいなことができるらしいんですけど、やっぱりね、自力で解きたいじゃないですか。よっ。まあ、どうしても無理だったらね、それをダウンロードしますけど、ぜひ自力で一度解きたいな。ここがちょっとやっぱり難しいな。この丸いところ、こう。お、あ、でもこの長さのものが入らない。こうするとここが入らない。この長いのが結構ね、どこに入るんだろうという感じですね。こっちからいこう。こういう感じ。こうか。ここに入るピースがない。あ、こう、こうは入らないか。そうするとここの隙間が埋まらないから、こうじゃないな。これも違う。これは違う。こういう感じかな。難しい。いやー、2時間ぐらいね、格闘してたんですけど、全然解けないですね。めっちゃ難しい。取っかかりがない。というか、そしてちょっとね、2時間ぐらい格闘しながらやって、
ちょっとね、考えてみたんですけど、まあ他の浅香優さんのパズルもね、そうなんですけど、ちょっともしかしたらやっぱり、なんて言うんですか？違うところがね、難しいのは難しいんでしょうけど、やっぱちょっと違うところがあるんじゃないかということで、まあこういう風に揃えていくじゃないですか、普通は。まあこのパズルだとね。ただ、まあこういう風にね、まあいわゆる、なんて言うんですか？こう90度回転で、こうやっていって全然、まあ2時間やっても全然入らなかったわけです。惜しいところまでは行くんですけどね。なので、よく考えたら、そのやっぱり他のパズルと、特にウェブパズル5かな。あれちょっと斜めに入れるじゃないですか。なんで、もしかしたら、これもどっか斜めに入るところがこういう風にね。だ例えば、こういう、これとこれ、ね。面積同じなわけですよ。だから、まあ、この、ここが入るところにはここ入らないんですけど、こういう風に斜めに入ったりするところが、このね、こういう丸まってるところからすると、こうやって例えば入るようなところがあるんじゃないかなという、こういう感じで、と思ったわけですね。なので、で斜めに入るとなるとやっぱりあまり長細いのはきっと入らないだろうから、これとかこれとかがちょっとこういう感じで入るのかなと思ったんですよ。なのでそういう風に入りそうなのを頭に入れて解きてみますね。だから多分これかこれがちょっと斜めに入りそうなんですよね。多分長いのを斜めに入れちゃうとスペースが多分結構ギリギリで入るはずなので、なのでそういう風にねちょっと頑張ってみます。だからきっとこれとか斜めに入るとなるとこうね、長方形みたいなあまりでこぼこしてないような隙間があれば入るのかなぁという思ったんですよ。まあどちらにせよ難しいんですけどね。これでしばらくちょっとねやってみましょうという感じかね。何はともあれ、他のね、そもそもそのスペースにまで持ってくまでも大変なんですけど、こういうのじゃないな。きっと。ね、どちらにせよ難しいんですけどね。ただ、やっぱり、ちょっと、そういう、とっかかりというか、ここにこうやって入るとかそういうスペースができないかなと思っているんですよね。よいしょ。あーでもそっか、いろいろやっててなんかね、ここが一個、一本真っ平らになるようなパターンがあったんですよね。それをうまく使ったりできないかなと。とりあえず、これとこれは後の方ではめるものとして、他のもので隙間を埋めてみると。こうかな。うん、でもここが入らない、ここ入らないか。あ、これさっきやったな。他のところがやっぱり違うのかなというふうにね。いやーでも難しい、やっぱり
いやー、難しいですね。これ本当に今の浅香優さんの4つ目にして本当に一番難しい。これは入らないんだよな、きっと。ここもね、多分こう入らないな。いやー難しい、全然わからない。ということでですね、今回はちょっとね、もう無理じゃないかなと思って、次の日にね、しようと思ったんですよ。で、まあ、もうちょっとだけやろうと思って、ちょっとだけやったら、なんと、解けました。おー。すいません、動画に撮ってなくて。いやー、でもね、解けましたけど、すごいですね。いや、難しかった。なかなかね、本当にレベル10ですね。本当にジグソーパズル29よりも難しいという感じですね。いや、大変でした。さあ、ということで、今から、まあ、回答をね、公開したいと思います。いやー、で、今ね、3つハマってるんですけど、まず、その、正解のポイントですよ。こういうね、曲線のところをね、できるだけ埋める。なので、この枠にね、まず隙間ができるだけ開かないようにパーツを埋め込んでいくっていうのが、まず最大のポイントでしたね。で、その、このね、こういう曲線を、なんというか、一箇所に集める感じというかね。で、今、ここと、ここと、こう。で、どれだ？こうかな？確か。そして、こうですね。今ね、結構ぴったり。隙間ができるだけないようにね、はめていっています。で、これが、こうじゃなくてこうだな。ほら、ぴったり。で、これだ。これを、ここにはめて、このパーツがここに来て、最後にこれですよ。これが、ここのね、隙間にこうじゃなくて、こうですね。こう。この隙間に斜めに入って、これで完成です。いやー、すごい。ここの、このパーツがね、こういう風に斜めに入るわけですよ。ぴったり。いや、難しかったけど、やっぱりね、浅香さんのパズル素晴らしいですね。いやー、大変だった。でも、完成しました。ということで、ゆう浅香さんのアイスパズル9の紹介でした。いや、本当にね、すごい。ここは、もう、素晴らしいですね。この最後のピースの入れる向きというかね。やっぱりね、素晴らしい作家さんで素晴らしいパズルです。いやー大変だったけど、やっぱり解けると気持ちいいですね。ぜひぜひね、皆さんも遊んでみてください。アイスパズル9。本当に、まあ、難易度10。まさに10な感じのパズルです。で、出来上がりも綺麗だし。ぜひぜひね、チャレンジしてみてください。これもパズルマスターさんで購入できるかな？そうですね。在庫があれば多分購入できると思います。ぜひぜひチャレンジしてみてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。いやー難しかった。